あたり。あ、長谷尾さん、本当に来てくれたんですね。あの、なんだよ。私、いつも長谷尾さんを怒らせてばっかりで、だからカードもらってすごく嬉しかったんですけど、だけどまた嫌われるんじゃないかってやっぱり不安で、だからふん、来いよ。え、黙って俺についてくりゃいいんだ。